カープライムネオクラ祭りヴィンテージカートライで名車探訪。すごい、ちゃんと覚えた。はい、さっき2秒前に台本もらったんですけどちゃんと読めました。すごい。ということで、はい、お久しぶりです。ご無沙汰しております。はい、よろしくお願いします。なんか、この組み合わせって珍しいですね。はい、珍しくないですよ。もうみんな見飽きたぐらいじゃないですか。この番組で？あ、違う、初めてか。そうでしょ？あ、そうかもしれない。完全に別の今番組だったでしょ。はい、ね、別でした。もうご一緒すること多すぎてね。この番組ではお久しぶりだ、ね。うん、本日はですね、はい、茨城県にある、はい、トライさんっていうね、はい、車屋さんなんですけど、ここにね来た時からただならぬ雰囲気を放ってまして、ヴィンテージカーを扱うお店、はい、本当にねちょっとタイムスリップしたみたいな、うん、感じで、なんか何年か前の雰囲気だよなっていうね、うん、何年か何十年とかじゃないですか。まあ、そうですね、はい、ね、そのまま完全に本当にそういうままの車屋さんなんですけども、うんうん、とりあえず店長さんをお呼びしましょう、はい、そうですね、店長さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。店長の綿引きでございます。よろしくお願いいたします。綿引きさん。はい、綿引きです。よろしくお願いします。ここは何？車屋でございます。普通の車屋でございます、はい、普通の普通の、そうです、うちは普通の車専門店でございますので。確かにスポーツカーでもなく、車は普通の車かもしれないけど、ちょっと古風な車種が多いですね。そうですね、はい、もう昭和後半から平成、まあ、15年ぐらいまでの車にこだわって。そうです。へ、販売しております。なぜ、まあ、僕が好きだからっていうのが一番ですかね。そうですよね。私一回綿引さんとご一緒させていただいたことがあって、うん、その時レジェンド持ってきてくださったんですよ、うん、そうで、それのオーナーさんでいらっしゃるんですもんね。そう、はい、そう、ご自身も乗られてる。はい、なんかオーナーズクラブみたいなのもやってる。違うか。あ、そうですね、いろんな車の会のね。はい、はい、何の会？水戸自動車古美術研究不足会って言って。研究不足？そうです、まだまだ研究が足りないっていうことで研究不足会。そう、そうです、研究不足会。研究会じゃない。ネーミングが癖がある。それで数ある古風な車たちの中から何台か乗らせていただこうという話らしいんですけども、はいはい、その中でまず1台目がこのこちらのエスティマ。そうです、初代エスティマでございます。あ、初代なんだ。初代、はい、平成3年1991年生まれてなくない？生まれてないですね、91年。私95年生まれだから。先輩さん、いいのよそんな年ばらしていいんですよ、いいんですよ、大丈夫です。俺も生まれたぐらいだもん4個上ですか、私の。生まれたぐらい。生まれたぐらい。生まれたちょっと経った、20年ぐらい経った時の車ですねということはちょうど俺が免許取ってもろにターゲットに入ってた頃の車だね。じゃあ、そうだ、その頃に新車としてピカッとデビューした車なんですね。初代エスティマが158万。安いですよね。安いよね結構価値がもう出てきてまして、うんうん、そうなんだ、貴重な。ド初期型のワイン、うん、でその初期型だけヘッドレストがこうくり抜きの仕様になってました。あそこはそうですね、くり抜きのサンルーフ付きっていうこのフルオプション仕様にこだわって探しましたんで。今日の車を見ていく、まあ、見ていきますけどちょっとね、うん、それよりこの綿引さんが、うん、この時代のこの車はこの年式のこれはこうなんですよっていうね、このカーキチ具合を見てた方がおもろいんじゃないかなそんな感じで若干ちょっと見ていっていいですか、この売り物。はい、昭和後半から平成15年ぐらいまでに興味のある方のみがしばらくお付き合いください。来てください、皆さん来てくださいね、はい、これ何ですか？これは MPV ですね。エスティマかと思った。へえ、 MPV？ そうです。マツダ？マツダです。ああ、聞いたことあります、はい、まだアンフィニで販売してた頃。知識、豆知識アンフィニ？マツダって、はい、一時ちょっとマツダじゃなくてアンフィニっていうのもあったんだよね。チャンネルって言ってこう販売店を5つに分けて、うん、それぞれこう特色を持って販売してた時代が。知らなかったでしょ？知らないです、うん、俺の知ってる分のちょっと向こう側まで説明くれてる。すごいこれは？これはですね、フォード、同じマツダなんですけど、まあ、ジャパンフォードですね。マツダがフォードの代理店をやってた頃の時代。
フォードってマツダだったんですか昔。マツダでも売ってたというか一緒に作ってたんだっけ。そうですね、あのマツダで作った車にそのフォードのエンブレム、うんうん、だってあのロードスターもねあるもんね、あのマツ、ね、フォードじゃないけどユドスのところがありますね。あ、これかわいい。そしてボンゴブラウニー、かわいい。ブローニー、ブローニー、かわいい、ね、バンパーがこんな前出ててね、すごいです、少ないですか、ここにときめく人はあまりなかなか今いませんけど普通ね、こういうワゴンってここからスパーンと落ちてるの。え、そうですよ ね、こうピッてなってる、直角になってる。なんでこんなに出してるんですかね、この車。なんか輸出仕様だっていう話もあるんですけど、ね、僕も詳細がちょっとわからない。あ、知らないことあるんですね。あります、あります、あるんです。研究不足です。9人乗りって前に3人乗るんです。前に3人面白い、研究不足会の方ですから。あ、そうだスペクトロン聞いたことない。フォード、あ、これもフォード、まさか。そうですね、これがボンゴがベースです。あ、一緒だ、同い年。うわ、同い年、こんなに錆びれるんだ。買っちゃう、買っちゃう、買っちゃう。$1,279,000、うん、ね、私も生きててそんな価値ないのに同い年で、やだもう。沢さんはこんなの錆びれてないでしょ本当ですか。まあ、今全塗装してますからね、朝早くしてきました。板金工事がね、はい、言いにくいけどだいぶボロくない。ちょっとそう思います。綺麗なのもあるけど、もちろんそう、年季入ってる、はい、だけど高いですよね。だいぶ、うん、ボロくない。違う違う、もうこれがね、うん、でもこの旧車の世界って味だって言ってこのまま買う方もいらっしゃいますし、 あとはもう綺麗にね塗装し直してっていう。売れるの。売れます。売れるの。すごい。そもそもね、こういう辺の車を選ぼうっていう時代でやはり人とはちょっと違う、家とかもさ、古民家、はい、手を出す人もいるわけだからね。イノベーションみたいに自分でこうやって DIY する人いますもんね、うん、これもそうするのかな。確かに。そうですね、本当にこれそのままブルカットもいます、うん、逆にこのフォードの車なので、うん、もう逆にこのラット感がこうアメ車っぽくて、ラット感、そう、これちょっと日本車なのに、そう、そういう方もいらっしゃる。なるほど。まあまあ本人の捉え方次第だからね。あのね、こう物事をこう正面から見るのか、ちょっと斜めはこうどう見るかだからね。これピカピカに見える、逆に。綺麗。ここまで3台見てきたらこれピカピカに見える。これ綺麗ですね、はい、でも確実にデザインで分かる昭和感というか、ね、これ買うときにもうちょっとこうお色直ししたりとかもするんですか。あ、もちろん、はい、あ、はい、あとね、後ろにすごくこう、あの残骸が部品取りっていうんですかね、うん、もう古い車で部品がありませんので、うん、部品を取るために。取れなくない。それがね、結構取れる。取れるの。なんか窓に書いてある。あ、これわ、なんかバキの家みたいな。売り物。あ、売り物か、うん、本当だ。売り物、極上。ああ、昔は極上だったんでしょうねこれ何。これ初代オデッセイ。初代オデッセイ、はい、これオデッセイ、オデッセイ長コラムシフトでね。はい、これはこれあの左ハンドルのアキュラ RL って言いますね。レジェンド。逆輸入だ、はい、かっこいい。はい、こちらこれあの僕が大好きな三菱プラウディア。あ、聞いたことある。綺麗ですね。1年間で1200台しか作ってます。でそれでもう生産を終わりにしてしまう、まあ、つまり1年間どころかもうトータル1200台しかいないってことですね。そういうことですね。希少ですね。超希少ですね。だからこれ買うとみんなにこの車何って言われて、たまにあ、プラウディアじゃんって言われたらクソマニアですね。そうですね。本当そうですね。あ、本当だ。何のマークだろうこれ。ね、これ何ですか、貝みたいな。これプラウディアのマークなんでしょうね。だからこれは何がイメージされてるの。ちょっとそこ、はい、不足貝。はい、結局不足です。はい、これなんだ、ね、これはホンダのアコード。ね。ね、はい。限定200台ってこのカラーがですか。そうです。このカラーと内装色のこの白革シートが限定車。へぇー。グレー。あ、でもこれは思ったより高くない。81万8000。まあ確かに。あっちの辺よりこっちのが安いっていうか、こっちよりあっちの方が高い理由がわからないんだけど、ね、比較的手に入りやすい。ああ、そういうことなんだ。だからやっぱりその難易度、入手困難度と部品の残り度。そうですね。もう古くなればなるほどやっぱり整備がどうしても必要になるので、うん、整備代込みで。だからこんな若いのは、あのくすぐらないとそんなことない。あれぐらいやれてこないと
くすぐらないってわけだね、マニアのっていうね。店長がいないとわけわからない車がだらけなんですよ。谷口さんでもわかんないことあるんだ。だからあの何にも知識なしにここに来て、まあただ見てるだけだと多分そのまま素通りするんだけど、店長の話を聞きながら見てると、へーってなんとなく、あ、へー、ちょっとこう購買意欲が、あの、湧いてくる。来ますよ。あのね、ポップが好きですよ、私。この、そう、これいいですよね。そうそうそうね、そうそうそう、これがね、くすぐる。上手ですね。ありがとうございます。結局わからない方も多いので、わからないよ、みんな。だいたいわからないですね。っていう車がなんかあっちの方からあっちの方まですごくあるので、80年代90年代2000年代前半ぐらいのに興味がある方はね、一度見に来てもいいかもしれません。はい、今回はありがとうございました。違うじゃないですか。見に来ただけじゃないんですよ。実際今回乗らせていただけるんですよね。ぜひ乗ってください。はい、乗りましょうよ。あのエスティマに乗るんですよね。はい、なんだ、分かってるじゃないですか。もう帰ろうかなと思って。それはぜひ乗ってください。もうすぐあの直行直帰ですからね、はい、谷口さん。じゃあ、はい、あの初代エスティマ乗ってみましょう。こちらの初代エスティマに戻ってまいりましたが、はい、ちょっと見てまいりましょうね、はい、このコンディション二度と出ない。現役で活躍できる旧車ミニバン、人がたくさん乗れて、はい、荷物が乗ってっていう ね、エスティマもどんどん進化してね、すごい便利でいい車ですけども、あえて旧車に。そうですね。ちなみに今のエスティマってどのくらいしますか、うん、でも一番下で300万ぐらいですね。結構するんですね。うん、あ、じゃあ乗り出し結構半額ぐらいで。今現状新しいものだったらそうですね、はい、店長、この魅力は何ですか、うん、やっぱりこのデザインですかね。あ、デザインね、天才卵って呼ばれたこのデザイン、ね、卵っぽい形が当時のセールストークだったんだっけ。そうですね、はい、天才卵、うん、意味わかんないけどね、はい、天才は天才バカボンみたいなもんじゃない。あ、そういうことか、うん、本当に語呂で。うん、多分ね。あ、わ、なんか懐かしい感じの、多分鍵で開けなきゃいけないタイプだね。そうです、はい、あのドアロックが、ね、こういう鍵見たことある？え、ありますよ、さすがに。ある？さすがにありますよ。この鍵にどこにも押すとこないんだよ。知ってますよ。いや、昔、はい、この時代ぐらいにキーレスエントリーが出てくり始めると、ここに押すとこがあったり、ここに横に押すとこがあったりしたよね。そうですね、はい、あのうちの家族昔、うん、あれノア乗ってたんですよ。これよりちょっと後ぐらいの、そのまさにポチポチでしたもん。あ、集中ドアロックはあるんだ。集中はついてます。集中って、あの全部がこう閉まる。そう、ね、あっちまでこうね、僕ちゃんほら。しかもちょっとびっくりしたのが、あ、こっちドア開かないんだと思って。この時代、あ、そうだね。スライドドアないと思って、当たり前じゃなかったんだな。バスと一緒。ああ、片側。こっちから降りると危ないからだったりとかあるかもしれないね。こっから乗り込みたい。向こう回りましょう。なんか開きそう。スライドドア、はい、ありません。そう、これうちの向こうだった。あんのかな、車の中から。 あります。はないですね。ないんだ。この時代の手動ですね。あ、だけど中綺麗ね。綺麗。一生懸命クリーニングした。そうですね、もっと綺麗な車です。ちょっと失礼して。床面が高っ、ね、高いです。で、ここ低いですよね、座面、うん、一歩目が高くない、これ。高いですね。四駆なんで余計ですよね。あ、四駆なのね。家の座布団、あのホテルの、うん、旅館の声になりましたね。座椅子。そう、座椅子、うん、座椅子みたい。なんかシートいいな。いいですね。しかもこれなんか高いからいい。なんかね、はい、このシートってマジで裏までさ、裏までホクホクというかさ、丸々しちゃってさ、可愛くない椅子が。可愛い、確かに。モフモフしてますね。絨毯もこんなもろ絨毯でさ、めっちゃ広くないですか、ガラスが、はい、はあ、高いからかな、私たちが。まあまあね、多分寝てるからかな、ガラスが向こうにね。開放感あるな。へぇー、眩しい。これ上開けますか、ここ。開くんじゃないかな、これで。開くんですか、ここ、うん、開きそう。そうですね、300も。なんかね、ツインムーンルーフとかって書いてあったけど、あれと上と。そうです、ダブルサンルーフ、ね。あ、そういうんだ、はい。もうミッドシップなんでね、エンジンもこの下です。あ、そっか。ミッドシップなんだ。はい、外見より中身のが気に入ってきた、この車。うん、ね、シートもこう回転しますからね。回転？やろうやろう。え？おお。
土屋、はい、これ上げて、はい、でこのレバーです、はい、あ、いけるいける、ちょっと待って、お尻上げてちょっとこれで、うん、こうして俺こっちにこうだね、あーこうしてね、あの移動してるときこれちょっと団地の人微妙だけど、はい、でも待機してるときこれいいね、これいいですね、お話できてね、トランプできるよ、ババ抜きとか、確かにうちの家族とか3列シート絶対子供3人が後ろだったので、うん、できますね本当にトランプ、エスティマってこういうところがすごくいいよね、これいい、ね、楽しい、このねこれじゃない、もうちょっと新しいやつになるとシートがセカンドシートがブワーッと下がってここまで来るわけ、えね、そうです、ここのセカンドシートがそこまで下がっていくから、だからこれがない状態のこういう状態になるか、はい、ここむちゃくちゃ広いの、え、広いところで何するんですか、ここ前広くて何するってわけじゃないけど、こう居住空間が広い、あ、広々して、うん、後ろの人も快適っていうことで、もうあの足もバーン伸ばせたりなんか、うん、そういうのがねエスティマっていいよね、そうですね、エアコンでかい、すごい、見てこれエアコンすごくないですか、うん、こんな大きいことあります、超涼しそうですね、まあやっぱエスティマが人気だった理由がちょっと思い出してきましたね、そうですね、ね、すごく売れましたから、ね、こちらの初代エスティマをね乗ってみて、あ、乗り味もこんな感じだったっていうふうに思ってみたいと思います。何リッター？ 2.4 ですね、 2.4 リッター、 2400、 何馬力？何馬力でした、はい、不足はい、激不足です、あー、これソナー、あ、ソナー、すごい、仕事してるクリアランスソナーが、ね、ここにさ、はい、クール&ホットボックスがある、何これ、え、そこで冷やしたり温めたりできるらしいよ、めちゃくちゃ便利、ドリンクとか入れとけば、え、しかもアイス、クール、ホットってなんかいろんなものが逆にあるんだよな、なんでですかね、輸入車じゃないですよね、多分ね、ウォークスルーだったりその回転材質だったり、はい、いろんなものをね、車の中から触るためにレバーがここら辺集約されてんだな、なるほど、さっきあの回転させるのに、はい、運転席を立てなきゃいけなかったでしょ、あ、そのレバーが、普通このレバーって右側にあるのに、はい、左側にあるよね、なるほど、後ろからフッてできるように、うん、そっか、運転する時だけじゃないですもんね、後ろ乗るのってね、いや、しかしこの初代エスティマ、はい、なんか昔人気があった感じは分かる気がするな、へえ。まずは形が独特的で、はいはい、あのまあこの球体な形をしてて、天才卵ちゃんでしたっけ、天才卵ちゃん、イメージですけど当時の車って結構四角面多かったですよね、そうだよね、うん、形はまあ好き好きあるだろうけど、はい、この中がね、はい、いろいろ面白い、面白いですね、あ、私の前めちゃくちゃ広くないですか、広いね、グローブボックス、うん、はい、が上にパカッと開いてね、あのジャーのように開くよね、あ、そうですね、あの炊飯器のねあれみたいな、うん、開き方をする、しかも自動でパカって開きましたね、でね、その、はい、運転席、助手席のこのシートもなんかもうなんか、はい、車の椅子じゃないみたいな座った感じだよね、ソファーですよねこれね、はい、気持ちいい、こういうのってメンテナンスがすごい大変なんでしょうけど、今のレザーシートとかと比べてもなんか装飾ないぐらい気持ちいいですよね、うん、そうだね、でこの初代の車だけ、はい、ここのヘッドレストのところに穴が開いてるらしい、へ、この穴あるじゃん、これ通気性、はい、通気性、なんだろうね、ドーナツみたいな、人工価格ってやつかな、いや、これ本当に、はい、家族だったり友達だったりとかをね、はい、乗せて移動して、なんなら回転材質で楽しくおしゃべりやゲームしながらね、移動したりいいじゃないですか、で今乗ってる感じだと、はい、程度は良好ですね、うん、なんか本当に普通にいいですよね、ガタ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 することもなく、うん、エンジンの始動性とかアイドリングとか、吹け具合も、はい、良好ですね、あれ、これがどんくらい前の車でしたっけ、
私より前なんだっけ、これが。そうだそうだ、1993年とかだった気がする。91年じゃなかった？あ、91。そう、これ1991年。じゃあもう30年以上、うん、俺が20歳の時の車あったから、これ確か。うわー、もう古い車なんで、はい、いろいろと不具合とかね、なんかセンサーだの、なんかスイッチだの不良とか不具合とかは出るでしょうが、はい、そこら辺を寛大に受け止めれる人、はい、そう、逆にそういうのが楽しめる人、うん、とかにはね、いいんじゃないでしょうか。味ですね、味。ちょいちょいね、あの辺にね、メーターのところにね、赤いランプがプッとつくわけ。あ、いわゆるね、はい、ハンドアの、ハンドアマークがピッとつくわけ。だからどっかのドアが、はい、センサーのところが押しが弱いのか、あ、まあ、調整で直ると思うんだけど。どっちが悪いか分かんないやつですね、センサーか、本当にハンドアなのか。で、多分ね、ドアのところにこう押すポッチンのところが、もうちょっと少し、ホイールに貼るウェイトかなんかをそこに当てとけば、もうちょっと押せれば済むんじゃないかなと思うんだけど。それもきっとね、お、行かせてもらおう。トライさんしてくれます、優しいトラック。ありがとう、ありがとう。決して今時の車に比べてこの車が素晴らしいってことはございません。だけど、すごく悪いかっていうと全然悪くないですね。この車の健康状態で言うと、はい、まあまあ、大丈夫ですが、うん、とにかく、まあ、初代のエスティマが好きなんですと、うん、いう方、はい、エスティマ好きでちょっと人と違うエスティマがいい、うん、まあ、やっぱエスティマ多いですからね、人気車とか、なんか、はい、当時の思い出に、なんか、あっ、違えばいいのか、思い出があるとかね。うわ、なんかいいですね。今もう子供たちもちょっと育った、パパたちちょうど世代なのかな。だってうちもそうだもんな。はい、 ありがとうございます。はい、ということで初代エスティマ乗ってきました。はい。よかったですね。ね、なんか、タイムスリップした感じと、はい、ね、なんかほのぼのしますけども、はい、この車自体の程度がいいこともあるんですが、はい、なんか全くもって嫌な感じなく、ああ、そういえば初代エスティマってこんな感じだよなっていうところと、中のね、室内がちょっと応接室的チックな、確かに、ね、感じが良かったなと。まあ、今の時代の車に比べたらもちろん優れた車じゃないんですけど、まあ、味が あるなと、うん、ヴィンテージカーをね、はい、皆さんにこういうヴィンテージカーってなかなかいいですよってところの気持ちを切らさないようにしているこちらのトライさんがね、うん、まあ、なかなか希少な存在だな。それこそこのお店こそヴィンテージなのかなっていう気もしますがそうですね、はいはい、このエスティマ乗って思いました。はい、はい、ぜひ皆さんも、うん、エスティマだけじゃなく他にも名車揃いなので、うん、ぜひトライさんに来てヴィンテージカー楽しんでいただけたらいいですよね。そうですね、つまり簡単に言うと変わった方ぜひ見に来たらいかがでしょうかはい、そして私たちの方でもまたこういった珍しい車だったりね、面白い車お届けしていくので、本当に何でもするので、ぜひチャンネル登録絶対にお願いします何でもするので何でもするので、はい、ぜひ高評価もよろしくお願いします、はい、さよならさよなら皆さんこんにちは。タープライムはなんと LINE を始めましたね。皆さんぜひお友達登録してください。お願いします。